スコットランドの衣類はエディンバラのウィリアム・テートにより1842年に限定版として出版された書籍である。ジョン・テルファー・ダンバーは彼のスコットランドコーチのドレスの歴史というセミナー講演の中でこれまでに書かれた中で最も論争を巻き起こした衣類の本と言及している。この本そのものはスコットランドの氏族のクランタータンを描いた古い 写本のカラーイラスト付きの再出版であるとされた。出版されて間もなく、この本は偽造品であると非難され、出版社でボニー・プリンス・チャーリーの孫であると主張したスチュアート兄弟は詐欺師だと非難された。今日、兄弟についても、またスコットランドの衣類についても彼らが主張していたようなものではないと広く認められている。しかし、 この本のスコットランドのタータンの歴史における役割は非常に大きく多くのデザインパターンが公式のタータンとなっている。衣類の1842年版は1820年代後半から書き始められた。スコットランドのモレーに住んでいたソビエスキ、スチュアート兄弟はタータンのパターンを含んだ記録の写しを作り彼らの主人トーマス・リック・ローダー卿に見せた。 しかし、この写本は、後に出版された、衣類の元本であると主張されたものではなかった。1842年版の序文で、説明されているように、トーマス・卿が見せられた写しは1721年と、最初のページに記載され、タイトルは、ライバー・ベスタイリアムス・コシであり、クロマーティのジョン・ロスなる人物が所有していたもので、初期の写本の劣化した写しであるとされた。この序文において、 1842年版は1571年に書かれ、その当時はロス司教ジョン・デスリーが所有していたオリジナルの写本に基づいていると主張している。このデー写本はこの序文の著者によって最古で最も完全な衣類の写本であるとされている。一度はロス司教が所有し、その後デーのスコッツカレッジの所有となった。そこから 1750年代初頭にスコッツカレッジを訪れた際にボニー・プリンス・チャーリーがこの写本を手に入れて所有していたと考えられていた。トーマス・卿はこの本を見てすぐにウォルター・スコットにこの本について手紙を書いた。この手紙においてトーマス・ローダー・卿はこの本を高く評価しており、クリュニー・マクファーソンやマクロードなどの士族長がそこから まさしく本物のタータンがわかると言っていると書いている。ローダーは詳細にこの写本について記述しており、その本に掲載されているタータンすべての図柄と色がわかるとし、そのうちのいくつかをウォルター・スコットに送っている。タータンの記事に加えて、この本は女性用の格子柄及びタイツとトルーズに関する別表がついていた。最後に、ローダーは兄弟にこの本の出版を急がせ、 費用と手段について尋ねている。出版の計画が決められ、タータンの色とパターンの記事見本が載せられることになった。1829年6月5日の返信で、スコットは、ソビエスキ兄弟と写本についての疑念を述べており、同時に古物の鑑定人に調査してもらうため、写本の写しを送るように求めている。特に、定地の人々が、 タータンや格子柄を身につけていたという主張に異論を唱えており、レスリー司教がその写本の原本を一時所有していたと言われているものの、どのレスリー司教の文書の中にも書かれていないことなど、裏付ける証拠がないことに疑問を呈している。また、兄弟の出自の信憑性についても疑問視している。また、その代、ベスタイリアムスコシャが、間違ったら天語である、ともしている。 1829年7月20日、トーマス教は、ウォルター教に返信を書いた。この返信の中で、トーマス教は、かつて兄弟の父親が、ロンドンで所有しており、自身が見せられた1721年の写本のもととなった1571年の原本について述べている。トーマス教は、兄弟の性格、信憑性、及び社会的評価についても述べており、 兄弟の過剰な理想主義は世の中の古物研究に関する事柄を語るには非常に不幸な個性であると認めている。それでもなお、トーマス卿はこの写本の信憑性について信じていることを再び主張しており、間違ったら伝語についての議論や及び定置地,地方におけるタータンの使用についての推測も述べている。1829年11月19日の スコット教からローダー教への最後の書簡において、スコット教は再びこの本の信憑性について否定しており、定地地方の人々がクランタータンを着用していたという見解も否定している。スコット教はクランタータンに関する見解について完全に否定しており、タータンによって士族を区別するというのは現代の流行でしかないとしている。スコットランドの衣類は、 最終的に百8 4 2年出版された。その概要は以下のようである。この本に示されているタータンは2つのセクションに分けられていた。最初に高チ氏族が、それに続いて定地の一族及びボーダー氏族が示されている。下表にはこの本で示されているスペリングの氏族名と、 それに続いて、スコットランドタータン協会ナンバー及び現在の折り目数が示されている。これらは公式なクランタータンではないかもしれないことに注意を要する。例えば、キャンベル氏族のタータンとして示されているものは、アーガイルのキャンベルとして知られているが、これは六大アーガイル公爵のみが着用したものである。基準的なキャンベルのタータンは、ブラックウォッチタータンである。 1847年6月、クォータリーレビューに、ベスタイリアムス・スコタカムのかなり批判的な批評が掲載された。もともとは、匿名で掲載されたが、現在ではその著者は、グラスゴー大学のジョージ・スケーン教授と、ハイランド教会のゲール語辞典の弊社マッカイ博士であったとわかっている。その記事は、ジョン・ソビエスキとチャールズ・エドワード・スチュワートによる、 ザ・テールズ・オブ・ザ・センチュリーという本の出版が原因であった。その内容は事実に基づかない表現ではあるものの、若新王プリンス、チャールズ・エドワードの直系の子孫であるという著者の主張を述べている。このクォータリーレビューの記事は、名目上は、この主張に対する反応であるが、実際には主にベスタイリアムス・スコタカムの信憑性の調査からなっていた。 1848年、ジョン・ソビエスキ・スチュアートは、自身のザ・ジェニャニス・オブ・ザ・ベスタ・イリアム・スコタカムという論文の中で、クォータリーレビューの記事に反論している。この中で、スチュアートは1721年版の調査を提案している。スケーンはかつて、ロス司教が所有していたと言われるその原本が公表される希望を述べた。最終的に、 その時に1721年版を調査した人物の記録は残っておらず、ソビエスキスチュアート兄弟以外ロス写本版を見た者はいない。1895年、グラスオーヘラルドはアンドリュー・ロスによるベスタイリアムス・スコタカムは絶造かという題の記事を出版した。ロスは1721年版は探すことができたが、それ以前の写本は見つけられなかった。 ロスは1721年版について詳細な記述をしており、科学者スティーブンソン・マカダムにより科学的調査が行われた。マカダムは、この資料は第にあるよりも、より年代を経ているように見せるために、科学薬品が用いられた痕跡があると報告した。そして、この写本を古い時代の資料とすることはできないと結論づけた。この1721年の写本は、 調査のため科学会社の取締役、ロバート・アーバイン氏にも提出されたが、これが書かれた年代を示す正確な結論に達するのは不可能であると報告している。以前に、ザ・テールズ・オブ・ザ・センチュリーの第2版の出版の話があったが、実現しなかった。ありがとうございます。